あら、ブエノスタイルです。こんにちは、千葉さらです。今日はなんと、すごいホテルに泊まります。だら、私はね、日本式ホテルって勝手に呼ばせていただいてるんですけど、なんかもうそういうホテルがメキシコにある時点でもう超感動なんですよね。なので、ちょっと一泊できることになりました。本当に嬉しいです。もうまずね、お風呂に入れることがね、最高の幸せですね。ということで、早速行ってみたいと思います。中がやばいですね超おしゃれ、高級感がすごいですね。そう、大浴場があるのやばくないですか。ちょっとそれも後で撮れたら撮ります。一応許可を取れたんですけど、他のお客様の迷惑にならないように撮影したいと思います。あらーもうとても優しく対応してくれました。ホマールです。Thank you ありがとうはいで、見て、スリッパとかバスボム持ってんだ。すげえ。やっぱ風呂があるホテルは違うね、売ってるもんが。こういう歯ブラシとか、うん、なんかもう何でも売ってますね。もう不便がない感じ。キユーピーマヨネーズとか売ってる。料理とか多分できるのかな、部屋で。わかんない。とりあえず部屋に行ってみたいと思います。やばい、超綺麗。この雰囲気がたまらないですね、本当に。グアナファト行ってきた帰りなんですけど、グアナファトの宿とかサンミゲル・デ・アジェンデのホテルとか、まあ、私は貧乏旅するタイプなんで日にならないですね。すげえ綺麗。ちょっとトイレ見たいなと思って。私結構トイレ清潔じゃないと無理なんだよね。うわー、なんかもうこういうなんかもう綺麗なトイレ久々に見ましたね。あ、もう綺麗。うん、素晴らしい。もう見るまでもないね、こんな綺麗なホテル。それはトイレも綺麗ですよ。すごい、ミーティングルームなんてあるよ。わ、すげえ。仕事とかで使えるってことかな。え、プール。そう、でも今コロナの影響でプール使えないみたいで、ちょっと入っていいかな。わ、やばいやばい、気持ちいい。うわ、誰もいない。最高すぎる。なんかもう VIP 席って感じ。え、超広いんだけど。え、やばー。プール入りたかった。めちゃくちゃ入りたい。プール悔しすぎるけど、え、超広い。マジでやばくない？ここのホテルだけで十分楽しめますね来た来た来た。あ、さっきの VIP ルームってスモーキングエリアみたいおしゃれすぎてさ、スモーキングエリアだと思わなかったわ。ここがレストランとかかな。なんかもうさ、この竹がさ、日本だよね。マジセンスいいわ。癒しもあり、おしゃれ感すごい。うわー、多分ここで朝食食べれるのかな。さすがにキッチンは覗けないね。ここだ、プールの入り口。え、超綺麗じゃん。うわー、いい感じ。マジメキシコでさ、こんなホテル泊まるのなんてさ、もう本当ないと思ってたから、マジ感激なんですけどしかもさ、日本語通じるしさ、朝食も和食じゃん。ごめん、これは聞いた話だけど、メキシコは香水を使うらしいのね、普段お風呂とか水道とか多分。だけどここのお風呂はね、日本と同じ軟水を使うらしい。噂だけどね。本当に日本に近く作られてますね。で、キーをここに刺します。で、私は7階です。いいね、セキュリティもしっかりしてる。これ超安心だわ。はあ、廊下がいい香り。すっげえいい匂いする。では、お部屋に入ってみようと思います。うわー、found myself in your home, said hello, put my name in your phone, lost my friends. I first did walk to Pier 66, my lips, your lips, my heart beating right at my chest. When I held you, I had something that I knew I need so bad. Yeah, I need your love so bad. 見て、やばい、洗濯機ある、洗濯機。しかもこれ何、ドライ乾燥とかできるのかな。結構長旅してきたから服洗いたいなーと思ったんだよね。見て、やばい、ウォシュレット。てかウォシュレットさ、依存症の日本人っているよね。いや、もう完璧ですね。愛しいの、お前もくそ早く入りたい。もう100点満点でございます、本当に。あ、もう全身鏡。あ、言ったじゃん、私さ、グアナファトのホテルでもさ、全身鏡ないとダメな人。完璧ですよいしょ。とりあえず洗濯しようかな。あれで、これどうやったらいいの。あ、マジでさ、グアナファトとかさ、サンミゲってさ、暑かったり寒かったりマジ忙しかったんだ。汗かいてはさ、ちゃんとね、今日の日の分の洋服も持ってきてたのよ。持ってきてたんだけど、なんかもう寒くなったらさ、重ね着するしかないじゃん、風邪ひいちゃうし。しかもさ、靴下なんか忘れたから一足しか持ってきてないんだよ。まあ何日履いたかはご想像にお任せします。そうだからさ、着たいんだよね。とにかくもう全部洗いたくてさ、もうパジャマもさ、5日ぐらい同じでしょ。そんなさ、リュック入んないからさ。だから本当に本当に助かる。本当に洗濯できるってマジで神。なんかもうコロナもあってさ、やっぱり嫌じゃん、なんかこう外に出たのをさ、もう一回着るみたいな。じゃーん、私ちゃんとこういうのを持って歩いてんですよ。旅人なんでね、いつ洗濯できるかわかんないし。まあとにかくさ、なんかもう着替えたりなんなりでさ、1日2着とか着てさ、なんかもう結構ダブってるからさ、もう限界に近いというか、匂いが。マジ洗濯機ありがたいわ。今日はケレタラの友達と飲んで、もう帰るだけなんだけどね、明日。だから別に洗濯しなくてもいいんだけどさ、なんかもう洗ったものを着たいって感じなんで、とりあえず洗濯します。あ、千葉サラです。あ、千葉様わかりました。こちら、お風呂の鍵です。はい、ありがとうございます。これは今からお風呂に行ってきます。こちらは大きいのお風呂です。ああ、大浴場。はい、大浴場。オッケー。あ、鍵お願いします。あ、鍵ここ。うん、グラシャス。どうぞゆっくり。うわー、やばー、やばすぎる。高級旅館ですね、これ。ちょっと鳥肌だった今一瞬。何の匂いだろう。めっちゃいい香り。なんかもう和風、竹の香り。私竹の香り知らねえな。大浴場見てみます。清潔なんで触れさせていただきます。いい感じ、いい感じの温かさ。やばい、早く入りたい。Buenos días. Buffet です。今日のメニューはサマス焼きまたはチキンカレー。ここがメニューらしいです。ケネリコミュンダ？チキン。チキン？おー。久々にサンマ食べたいけどおすすめ選びます。じゃあチキンで。グラシアス。ポテトサラダ。納豆ある、超嬉しい。海苔でしょ。いいね、いいね。あー、ご飯のおかずがすごい嬉しい。まずサラダですね。あー、南蛮漬けだって美味しそう。こういうのってあんまり取りすぎると食べきれないんで、なるべく遠慮します卵メグスタ温泉卵はもうこういう旅館で絶対食べますね。有名納豆2、3個ぐらい欲しいよ本当。もう本当に大好きなんで。で海苔でしょ。白米めっちゃ食べなきゃいけないやつじゃないと思うたくあんいいね。たくあん大好き。オッケー完全に食べきれるか心配ですめっちゃ少ないしやわーグラシャー。待って食べきれるかな。ちょっと調子に乗ったかもしれんやばい、もう栄養バランスが完璧すぎますね。煮物とかもうお肉とかすごい種類があるんで、泊まってる料金より全然もう満足ですね。すごい最高。いただきます。サラダからね。うまっ。お肉おいしい。味付け海苔。一番低い。美味しかった。ごちそうさまでした。いやー気持ちよかった。いやめちゃくちゃ気持ちよかったです。今日は女湯で男湯より全然狭いんだけど貸し切り状態だったから、逆にちょうどいいサイズでした。本当お風呂って大事だなって思ったいやこんなに疲れも取れるし、こんなに癒されるって、いやお風呂すげえと思って本当に素晴らしかったです。客室もプールも食事のところも全部最高でした。もう店員さんたちも最高。本当に素晴らしい対応してくれて本当に癒される。しかもね、もうおしゃれなのよ。超おしゃれでマジ高級旅館って感じだからぜひ皆さんもたまに来てください。もうお風呂のために地方から来てる方たちもいるみたいで、まあ、私もまだすぐには日本帰らないので、もうお風呂に入ると本当に幸せでした。ありがとうございます。ホテルを作ってくださってありがとうございますということで、この後チェックアウトしてメキシコシティ帰ります。またね。